中米大使として、ジェラルド・アル・フォード大統領と握手する、東郷文彦東郷文彦は、日本の昭和時代の外交官、官僚。外務事務次官から、中米大使を務めるなど日本の戦後外交の主軸を、担った、アメリカスクール外交官の一人であった。旧姓は本庄。東郷持長の娘だった東郷伊勢と結婚し、向入りして、東郷姓になった。東京府出身。 1932年に東京講師附属中学を卒業し、旧制第一高等学校を経て、1939年3月、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。同年4月に外務省に入省し、在外研究員として、米国ハーバード大学大学院に留学する。同時期にハーバード大学に留学していた鶴見俊介と親しかった。 日米海戦直後の1941年12月9日夜に、同じく外交官補としてハーバード大学、留学中だった西堀正宏と共に、米国当局に連行され、ボストンの移民収容所に1週間収容された後、ワシントンの日本大使館、バージニア州ホットスプリングスのホームステッド、1942年4月4日以降は、ウェストバージニア州、 ホワイトサルファスプリングスのグリーンブラヤで在米日本人管理、報道関係者とその家族304名と共に南京生活を送る。同年6月に日米の抑留者を交換する交換船に乗船してニューヨークを出港し、同年8月に日本に帰国。1943年11月に東郷持永元外相の娘、伊勢と結婚。 伊勢が一人娘だったため、東郷家の養子となった。疎開先の軽井沢で出生した双子が外交官となった東郷和彦と、ジャーナリストの東郷茂彦である。岐阜が鈴木貫太郎内閣で再度外務大臣に就くと、その秘書官を務め終戦処理の実務に関わった。1963年10月に、ニューヨーク総領事に着任。 1967年に1月には外務省アメリカ局長となる。安保改定、沖縄返還交渉で日米同盟の実務責任者となった。1974年2月に外務省事務次官に就任。1975年12月から1980年4月までワシントンで中アメリカ大使を務めた。ありがとうございます。